本日のステージでございます。イエーイ、いい感じです。こんばんは、今日はですね、時3月20日、春分の日、春分の日、春分の日です、はい、今日は、はい、川浦さんの2周年記念イベントでですね、見て歌わせていただいていることになりまして、はい、公式のホームページの方にちょっとシークレットライブってやつですね、はい、歌わせていただくことになりました。ですね、すごいですよ。ご飯もですね、ライブの前にちょっとですね、前回来させていただいたんですけども、めちゃうまいです。最高でした。最高です、はい、お店の一角をお借りしてね、ステージをやらせていただくということでね、そういう感じになってます。いいですね、素晴らしいですね。音も素晴らしい。メニューでございます。見てください、この看板、カウダ、ツアーセカンドアニバーサリーレイニーズライブということで、こんな素敵な看板も作っていただきました。いますか。本番前ですけど、どうですか。はい、もう緊張しております、はい、もういよいよもう本番間近と。じゃあいよいよです、行きましょう。イエイ。もう今日は楽しかったですね。思いましたね。思いました。手紙とか書いてみたいな。そう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 、みんな声出てくれた。そうですね、料理も美味しくてですね、はい、終わった後にパスタ作ってくれたんですけどね、美味しいですね。最高に美味しかったですね。料理がね、美味しいお店ではね、必ずサラダが美味しい、ね、はい、サラダも本当に素材の味、生きる美味しさでした。うん、壁にですね、レニーズのサインの方を書かせていただきました。またカウダさん、本当に料理も美味しいですので、ぜひお料理を食べに行きつつですね、こうレニーズのその残した奇跡というんですか、そういうのもね、なんか見て盛り上がってくれたらね、俺らも嬉しいなと思いますね。猫来ましたよ、猫。三つ星マートさん、どうしたの、ニャーゴー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 。そしてこっちの猫ちゃんが入ってったこっちの方が、あら、そしてここがカウダさんです。というわけで閉めますか。閉めますか。じゃあ閉めちゃってください。もう我慢できない。お疲れ様です。お疲れ様です。